ミサイル強奪、世界平和を脅かす悪の組織スペクター。今世界の命運は一人の男に託された。ボンド、ジェームズ・ボンド。俺がボンドだ。文句があるか。最も007にふさわしい男、ショーン・コナリーのボンドが帰ってきた。超絶スパイアクション、ネバーセイ・ネバーアゲイン、3月18日放送。